ここで庄司が出会ったりだとか、そのやっぱ動き出すタイミングというのは、あどうだ、オフサイドない、オフサイドなしです、あフリーだ、折り返して風間、速攻が完結しました。2点目を奪った FC 岐阜、あまりにも簡単にやられましたね。まあ、庄司から自陣でマイボールの時に今右サイドに展開した、まあ、ここで数的優位を岐阜すぐ作ってるんですよね、はい、で仕掛けてここのラインが微妙だったんですけども、キングボミョンの、まあもう体勢みたいにするとオフサイドとセルフジャッジが体を止めましたが、にしても風間をフリーに